ハビエル・マスチェラーノ、ハビエル・マスチェラーノ、1984年6月8日帯はアルゼンチン・サンタフェ・州サン・ロレンソ出身のサッカー選手。中国スーパーリーグ、河北化夏幸福属級クラブ所属。元アルゼンチン代表。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。イタリア国籍を保持しているため、ハビエル・マスケラーノと表記されることもある。 ディエゴ・マラドーナ監督就任後、アルゼンチン代表のキャプテンを務めた。父親のオスカル・マスチェラーノは、ニューウェルズ・オールド・ボーイズでプレーしていた、プロサッカー選手である。地元のクラブでプレーしていた頃はフォワードだったが、父親がコーチを務めていたクラブに入団して、ミッドフィールダーに、コンバートされた。14歳で、リーベルプレートの下部組織に入団した。2003年7月、 アルゼンチン代表デビュー直後にトップチーム登録され、2004年にはクラウスウーラー、後期リーグでリーグ優勝を果たした。同年のコパリベルタドーレスでは準決勝まで勝ち進んだが、そこで地元ライバルのボカジュニアーズに敗れて、決勝進出はならなかった。レアルマドリードやデポルティーボラ・コルーニャなど、複数の欧州クラブが興味を示していたが、リーベルプレートは認めず、 アルゼンチンに留まっている。2004から05シーズンはあまり成功だったとは言えず、クラウスーラは3位、アペルトゥーラ、前期、リーグは10位に終わった。コパリベルタドーレスでは、再び準決勝まで進んだが、ブラジルのサンパウロ FC に敗れた。2005年のコンフェデレーションズカップ後、1500万ドル、約1 8億円の移籍金で、ブラジルのコリンチャンスに移籍した。 シーズン中盤に加入した、コリンチャンスで9試合に出場した後、2005年9月に、左足を疲労骨折し、シーズン終盤を棒に振った。6ヶ月の離脱の後、2006年3月5日に、復帰している。FIFA ワールドカップによって中断された2006年シーズンは、ブラジルセリエ B、部降格の危機にあったが、相変わらず、欧州のクラブからの関心が報道された。 2006年夏の移籍期間が閉まる直前、コリンチャンスの同僚 FW、カルロス・デベスと共に、イングランドのウエストハム・ユナイテッドへ移籍した。この移籍に関して、本当に、ウエストハムが彼の保有権を持っているのか、もしくは、第三者が登録書を持っているのか、また高額のオファーが、ウエストハムに来た際は、売却を強制させられるのかどうなどが噂された。 2007年1月16日、リバプールはマスチェラーノの獲得許可を FIFA フフに求めた。FIFA フフの規則は、どの選手も1年間に3つの異なるクラブでプレーすることはできないというものだったが、この時彼はすでにコリンチャンスとウエストハムでプレーしていた。FIFA フフは1月31日に移籍を許可し、リバプールは移籍期間終了直前に登録書類を提出したが、 イングランドサッカー協会はすぐには登録を認めなかった。2月6日からリバプールのメルウッドで練習を始め、2月10日には初めて招集メンバー入りし、UEFA チャンピオンズリーグの試合へ向けた準備を進めた。2月20日には遺跡が FA から公式に認められると、2月24日のシェフィールドユナイテッド戦でデビューし、4から0で快勝した。 4月2日に FA はウエストハムに世界最高記録となる550万ポンドの罰金化した。UEFA チャンピオンズリーグの初出場は4月3日に行われた準々決勝 PSV 戦ファーストレグアウェーですぐさまレギュラーとしての地位を確立した。彼は AC ミランとの決勝にも出場した。彼と MF シャビアロンソで 相手 MF カカと MF クラレンス・セイドルフを抑えることに成功したが、試合には1から2で敗れた。しかし、ファンの投票でのマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。2008年2月29日、リバプールと4年契約を果たし、保有権を完全に獲得した。この遺跡でリバプールは、保有権を持つメディアスポーツインベストメント社2860万ユーロ。 約40億円支払ったと伝えられているが、これは遺跡金ではなく、選手の4年分の給料である。3月15日、レディング戦で20ヤードの距離からシュートを決め、プレミアリーグ初得点を挙げた。マンチェスターユナイテッド戦では、FW フェルナンド・トーレスがファールを取られたことに、対して主審になぜファールなのかを聞きに行き、自らが2枚目のイエローカードを受けて退場している。 ディフェンス陣に退場者や負傷者が出た際には、サイドバックやセンターバックといったポジションでプレーすることもあった。2009年11月29日、クディソンパークで行われたエバートン戦で30ヤードの距離から得点したが、公式記録ではジョゼフ予防のオーンゴールとなった。12月19日のポーツマス戦では DF タルベンハイムへの悪質なタックルにより、 レッドカードを提示され、このファールにより4試合の出場停止の処分を受けた。2010年8月30日、メディカルチェックが完了し、4年契約で FC バルセロナへ移籍した。移籍金は2200万ユーロ、123億5000万円と推定されている。9月11日のエルクレス CF 戦で、先発出場して、リーガエスパニョーラデビューしたが、この試合は、 本拠地、カンプノーで16ヶ月ぶりの敗戦となった。当初は、守備的ミッドフィールダーのセルヒオブスケツの控えであったが、2010から11シーズンは、最終ラインに怪我人が続出したこともあり、センターバックとしてもプレーするようになった。2015から16シーズン終了後、ユベントス FC への移籍が噂されたが結局、残留した。センターバックとして、低位置をつかみ、 ながらクレギュラーであったが、2016から17シーズンにサミュエル・ユムキティ加入すると徐々に出場機会が減少し、移籍が噂されるようになった。2017年4月26日、CA オサスナ戦で PK を決め、クラブ在籍7年、公式戦3 1 9試合目にして初ゴールを記録した。2018年1月23日、1月の対談が、 正式に発表された。2018年1月24日、河北花夏幸福属級クラブに移籍した。CA リーベルプレートの下部組織に入団して、すぐ U-15 アルゼンチン代表に選ばれた。2001年9月には FW カルロステベスや FW マクシミリアーノ・ロペスと共に FIFAU-17 ワールドカップに出し、4位入賞の原動力となった。 アペルトゥーラの2003-04シーズン中、FIFA ワールドユース選手権に出場し、自身は決出したプレーを見せたものの、FIFAU-17 ワールドカップと同じ4位に終わった。出場停止処分を受けたために3位決定戦には出場できなかった。2004年1月、U-23 アルゼンチン代表に選出。アテネオ,オリンピックでは無失点で、金メダルを獲得した。 2008年6月の北京オリンピックには、オーバーエイジ枠で出場し、MF フェルナンドガモと共にダブルボランチを組み、堅牢な守備組織を形成した。ブラジルとの準決勝で、リバプール FC で同僚の MF、ルーカス・レイバに、後ろから倒され、ルーカスは一発退場となった。さらにその3分後、MF チアゴ・ネイビスに、後ろから倒され、またも相手選手は一発退場となった。 アルゼンチンは大会に連覇を果たし、マスチェラーノはアルゼンチンのサッカー選手として初めて2大会連続で金メダルを獲得した。ユースレベルで顕著な活躍を見せたためリバープレートでトップチームの試合に出場する前にアルゼンチン A 代表に招集され、2003年7月16日のウルグアイとの親善試合でデビューした。なお、リーベルプレートでのデビューが遅れたのは センターハーフのポジションにキャプテンの MF、レオナルド・アストラーダがいたためであった。2004年にはコッパ・アメリカに出場し、決勝で PK 戦の末にブラジルに敗れた。この大会ではチームメイトによる投票でチームのベストプレイヤーに選ばれた。2005年にはドイツで開催された FIFA ・コンフェデレーションズカップに出場したが、決勝でブラジルに1の4で敗れ。 失望を胸に大会を去った。2006年の FIFA ワールドカップでは、アルゼンチン代表の5試合すべてにフル出場したが、準々決勝でドイツに敗れてベスト8に終わった。2007年7月、コパアメリカ2007の試合で1試合に得点を決め、この大会でチームのベストプレイヤーに選ばれた。それまでの成功とは、打って変わって、2008年は我慢の年となった。 2008年6月8日のアメリカ戦ではイエローカードを2枚受けアルゼンチン代表の試合で初めて退場処分を喰らった。2008年11月にディエゴ・マラドーナ監督がアルゼンチン代表監督に就任するとキャプテンに指名された。チームのキャプテンはキャプテンマークを巻いて生まれてきたような持って生まれた特別な才能がある選手が つめるべきだと思うと、案に自分は向いていないという趣旨の発言をしたが、11月10日に、ハビエル・サネッティに代わる、新キャプテンに就任した。マラドーナは、私のチームは、マスチェラーノと、残りの10人で構成されていると述べ、彼の重要性を強調した。2013年6月11日、ブラジルワールドカップ予選のエクアドル戦で、 試合終了間際にスタッフを蹴り退場処分を受けた。2014FIFA ワールドカップでは卓越した守備力とリーダーシップでチームを牽引し、ワールドカップ準優勝に大きく貢献した。2017年10月、南米予選の最終戦でエクアドルに勝利してワールドカップ出場を決め、2018FIFA ワールドカップをもって代表を引退することが発表された。 通算1 4 3三。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。